続いてね、こちら。じゃあ、こちら。こちら。中野人ゲノム実況中、鬼ヶ崎開国 SD。これはアニメなのか？鬼ヶ崎、全く知らないアニメです。ちょっとこれも調べてみたいと思います。デスゲームは好きだけど重いのはちょっと嫌いっていう方はですね、この中野人ゲノム実況中マジおすすめです。アニメ福袋出た作品を見る、こちらを見てきました。ではレビューしていきたいと思います。瞬間あれってもう最初の方、誰が誰だか区別がつかなかった。かなり進めました。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、はい、年始にやりました動画企画アニメ福袋を開けまして、今回中野人ゲノム実況中というですねアニメを見ました。こちら鬼ヶ崎開国さんです。原作は、オトラさん。こちらはですね、ピクシブコミック内のサービス、ジーンピクシブにて、2014年から連載中の漫画となっております。じゃあ、早速、あらすじ紹介していきたいと思います。謎のフリーゲーム、中野人ゲノム。クリア寸前で、ゲーム実況者が行方不明になると言われる失踪ゲーム。ナチュラル実況で名を馳せるゲーム実況者、入出暁が中野人ゲノムを実況しているとお迎えに上がりますというメッセージとともに、記憶を失う。暁が目を覚ますと、そこは中野人ゲノムの世界だ。暁はそこで、同じ状況の皿屋敷狩り鬼ヶ崎開国と出会い、第一ステージをクリア。そこへ監視役と名乗るパカが現れた。課せられたタスクは、数あるリアルゲームをクリアして再生数1億を達成すること。新たなメンバーを含めて合計8人で協力しゲームクリアを目指すという物語となっております。で、ここからですね、監督が見たですね、レビューをさせていただきたいと思います。で、まずですね、監督なんですが、この作品の前に見た作品がですね、結構ガチめのやつ。例えば、今和の国、シャーマンキング、鬼滅の刃とですね、もちろんコミカルな要素もありますけども、落としにかかってくる、もう敵がめちゃくちゃ強いとか、もう感情が煮えたけるぐらいの作品を見ている中で、この作品を見たので、もう見た瞬間、あれって思いました。ゲームをクリアしなければ、現実の世界にですね、戻れないというですね、設定はあるんですけども、まあ、結構軽いです。正直最初の方はなんか乗り切れないというか、もうもっとキャラクターを落としてくれっていうですね、謎な期待を持ちつつも見ていたんですけども、途中でですね、これはこういう作品だという感じでもう割り切りまして、そしたらですね、かなり楽しめました。なんていうか、もうわちゃわちゃ感、ガヤガヤ感がですね結構出てきます。8人と、まあ、パカというですねゲームマスターみたいな、まあ、女性キャラクターはですね、見た目からしてですキャラクターがもう細分化されております。男性陣がですね、もう最初の方誰が誰だか区別がつかなかったのが正直なところでした。ただね、3、4話と、見ていくうちに、ね、楽しむことができました。あと、このゲームマスターのパカがですね、謎です。アルパカの被り物を被っていて、脱ぐこともできるんですよね。ただ脱いだその真の姿はですね、このアニメ上では明かされないのですが、マジでこのパカが謎です。ゲームマスターとして物語を引っ張っていく、例えばこのゲームはこういったゲームですよっていう案内人なんですけども、たまに私利私欲に走ります。すごい思っているキミコっていうキャラクターがいるんですけども、なのでちょっとズルをしたり、もう私利私欲に感情出とるやんみたいなっていう場面もあったりですとか、ゲームなんですけども、やり方によってはですね死にゲーになる可能性もあるんですけども、まあ、そういったところは結構かなりマイルドに作られておりました。パカがね、男と女に分かれてるんですけども、それなんか逆にして、まあ、そういうシチュエーションを作ったりですとか、かと思えば一人を監禁したりですと言いつつもですね、重くならない感じ。主人公の暁がですね、基本はもうゆったりまったり系のキャラクターなんで、何でも許しちゃうよみたいな、それこそもうシャーマンキングにちょっと似てるかなっていう印象も受けました。ちなみにですね、サラヤシカリン役は鬼滅の刃の禰豆子役の声優さんです。一応ストーリーラインはあるのですが、1話につき1ステージのゲームをクリアしていく、回によっては2話にかけてやるゲームもあるんですけども、スッキリとですね終わることが多いです。このパカがですね、ラス提示としましては、タイトルにあります通り実況中ということで、パカのちっちゃいやつがいて、そいつなんか監視カメラとしてパタパタ回ったりとか、いろんなところで仕掛けられてるんですけども、ゲームから出ることができるのが動画再生数1億回を超えれば世界から脱出ことが脱出することができるというシステムとなっております。全12話となっております。全12話の中では1万再生は、ね、届かなかったんです。ただね、これ続編あんのかな。 DVD ブルーレイが発売されたのが2019年の12月25日なので、続編は難しいのかなと思います。漫画は連載中となっておりますので、8人のメンバーたちが無事世界から抜け出せるのかちょっと気になったので、漫画追っていこうかなと思います。結構まあ軽いんですけども、わちゃわちゃガヤガヤ感はねタイプだったので、もうぜひこの作品の続きで見たいなと思いました。あとですね、オープニングはですね、ほんとかっこいいので、ぜひ見てほしいなと
と思います。ちなみにそのゲームなんですけども、それぞれ1ステージごとにですね参加人数が決まっておりまして、自由な回もあるんですけども、自分が得意なやつに参加するみたいな、正直なところキャラクター、そのゲーム実況者じゃないと参加できないっていうよりかは、そのキャラクターの性格とかタイプとかっていうものでふんわりした感じでゲームに参加していくっていう感じで、しっかり見るタイプじゃなくて、なんか食べながらね本当に軽い感じのアニメです。はい、というわけでですね、概要欄にですねそのアニメですとか漫画の情報貼っておりますので、ぜひ見てください。はい、というわけでですね、福袋で出たアニメ見ていた中の人ゲノム実況中を見ました。動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。このチャンネルではですね、自分が好きなものですとか、あと企画ものもやっておりますので、チャンネル登録を押して次の動画も見てください。ではまた次の動画で会いましょう。アニメ福袋、アニメ福袋ふとつ、はい、こちら鬼学中野ピクシブ内のサービス、こちらはですねピクシブナブ、ピクシブナブ、ピクシブ内の、ピクシブ内のピクシブコミックス、うん、ピクシブコミック、まあ、3、4話と見ていくうちにすごい、なんていうもん、なんていうんだろうな、もうよし、サムネイル、いやでもこれな、こういう感じにしてもいいな、中の人ゲノム、こうか、こうでこうで、いやでもこうか、こうか、いやこうかな、いやこれちょっと剥がしていいんじゃないかな。